い、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。今日はね、大阪のボーリングスペースヒットさんで練習をさせていただいております。初めからね、端の方がオイルがもう誰かが投げててなくて、真ん中のオイルはしっかり残ってる状態、インサイドを攻めないといけないシチュエーションなんですけども、ちょっとね、クルーズブラックナイト、日頃オイルが少なくて投げれないなと思ってたところ、このオイルの量なら投げれそうなので一度挑戦をしてみたいと思います。ということで、今日はインサイドをクルーズで投げてみたという動画になりますけども、やっぱりね、トーナメントでもそうなんですけども、普段オイルがこう綺麗な山になってます。で、端は薄いので、最初端から攻めたい時にオイルが薄いので強いボールが投げれないなと思っても、どんどん中へ寄った時には、中のこの高いオイルの山のところを投げる時には、急に中に寄ったからオイルに強いボールを投げないといけないというシチュエーションがよくあるんですね。で、こうやって特に一人で練習している時なんかは順に削れていくので、外がカラカラでも中がズルズルというシチュエーションがあります。ということで、その中のオイルに強い球を投げてピンアクションをしっかり出そうというコンセプトで今日はやってみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。インサイドからクルーズ、インサイドっていうのもディープではないのでね、軽くインサイドですね。15ぐらいから右向いて、そう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 、こういう感じで中寄ったらピューっていくんです。で、あそこをもっとね、走るボール投げたらとんでもなく多分滑るんで、はい、中のオイルはどっしりありますね。で、多分ね、これね、うわ右へ出過ぎちゃったってなると、うわーってなると、うにゃんってこう行くわ戻るわになる。で、やっぱり中絞りたくなるんですけど、中絞った時には今度オイルに弱い球投げると抜けてっちゃうっていうね、ことに陥るので、これね、端行ってみるとですね、置いてみるとここはむにゃ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 と、はい、手前から曲がっちゃう。まあオイルが薄いのは今見てご理解いただけたと思います。よし。ですので、ちょっと中目を先だけの動きだけでポケットを当てたいと。その代わりスピード入ってしまうと、多分滑ったままピンに当たると天秤の温床ですね。はい、こういうふうに投げて、はい、先だけはしっかり動くっぽい。あれをカバー弱い球まで投げると、もっと滑ったり曲がったりしちゃうんで、攻め方の一つとして中絞りの時はカバー上げた方がいいよっていう動画ですね。はい、これ真ん中ね、ピューっていくはずです。ピューっていきます。ピューって、はい、っていうぐらいオイルがしっかりあるの今日は。よし。ということで、中目15枚とか17枚ぐらいをオイル多いところ長く使ってポケット当ててピンを倒したいっていうのが今日のコンセプト。ちょっと前にね、テンボードから出すっていう動画を撮らせてもらいましたけど、その続きなんで、あそこがオイルないのはもう皆さん見た方はご承知やと思います。よし。こういう感じ、こういう感じ。そう、あそこを投げた時に、あそこを投げた時におそらくカバー弱かったら滑って天秤とか、逆に暴れて真ん中とかいうのがあるし、でオイル濃いとこ投げてるから
このクルーズみたいな強い目の球でもしっかりキャッチして、でも適度に進んでみたいな感じになってるような気がします。でこれがね、外ミスした時でもオイルを使ってからの外ミスなら戻るはずな、ちょっと先より右へ向けてみたい、右へ向けてみたら、ああ失敗やって言っても、わあラッキーみたいな、多分今スパートで2枚ぐらい右に失敗してる感じだと思うんですよ。でも戻ってきていい感じにサイクルになったので、まあ、あのオイルの濃いとこ通すには今日はクルーズ投げてたら安心かなっていう頭の判断になってきます。まあ、要は外ミスしても刺さらない、内ミスした時に蹴られない、これ以上Aボールないですよね。よし、今度逆に中、あー中や滑ったーって、ほらちょっと厚めでしたけどかなりいってくれる。でも今の打ちミスとさっきの外ミスの間を投げときゃポケットには行くだろうなという感覚ですよね。ちなみに天秤取りに行ったら多分このボールでもね相当オイルを感じると思うんだわ。ここは感じる、うん、だいぶいくね。でも最後やっぱりちょっと変化しましたけどね、キャッチしましたけど、後半戦に行きます。そろそろポケットに力出たい。16ぐらいがベストなんかもですね。あ、14通った。あの薄めが絡んでくれたら、あの中ミス、中じゃない、中から投げてあの外ミスで、あの曲がらなさでゴーアンピン絡んだら、まあ幸せむちゃくちゃ幸せです今のピンアクションは。よし、もう一発、これぐらいかな、これぐらいかな、はい完璧、あれ15枚絞りですね、はいっていう感じに14、15は幅が出てきました。16通った時どうなるかですね。いやちょっと待ってください、外ミスで13通してみましょう、もう一回。13通ってあちゃーっていうのも取っておきたい。わちゃーって言ってほら出過ぎた時のが戻り過ぎた、まあ、いわゆる壁がドーンってなってるのがよくわかる。ちょっとまあさすがに15狙ってるのに13は2枚外ミスはね、もう覚悟しなしゃあない。でもソリッドと思いやんぐらいね、今しっかり進んでって奥がしっかり戻ってる気がするな。これは点数に変えられへん、ちょっと成果が一つあると思います。ね、まあキレというよりはやっぱり強く寄ってくる、今流行りのねキレじゃなくて強く寄ってくるボールだな。よし、じゃあ点フレに入りました。ジャストで投げたいな。あー出過ぎたよってやつね、ラッキーショット。これガチでわざと失敗じゃなくてガチで失敗しました今。ああやって常に投げれたら本当はそれに越したことないんですけどね。よし、もう一発、スピード違反厳禁、
わダメだ右へ出すぎだ。よし、じゃあスペア取って今日は終わりたいと思います。はい、ケーキ。はい、ということで点数こそ202点でしたけど、まあオイルの壁をの内側を投げるときにはこういう強いソリッドっていうのはすごく役立つし、ピンアクションにつながると思います。でパールじゃなくてね、過敏すぎないので刺さらなかったんで、1回だけ真ん中行きましたけど、それ以外打ちミスの真ん中はまあ仕方ないとして、出たときに返りすぎてない4番ピンで収まってるっていうのも逆に言うと一つの成果なんです。ここがね、パールの球投げると滑りすぎるわ切れすぎるわみたいなんで、46なるわ天秤なるわってなるとちょっと使いにくいなと思うので、やっぱりソリッドボールで光ったボールというのはこういう時にすごく役立つんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、知識の一つとして頭に入れていただけると嬉しく思います。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。